やあ、しんのすけくん。やあ。久しぶりだな、フォートナイトも。そうだな。まあ、前回はなんか、あれだったな。5周年のやつで君がよく頑張ってくれたと。ああ。ということで、まあ、話は全く関係ないんだが、実は、この間僕 DM で、ヤッピーさんっていう人から、フォートナイトでカードゲームを作りたいんですけど、庄司さんのイラストって使ってもよろしいですかみたいなこと言われたわけよ。おで、僕は全然、あ、いいですよって言って、で、ある時、まあなんか、噂で聞いたんだけど、フォートナイト実況者のカードゲームがあるっていう噂を聞いて、ちょっと今回それをやっていこうかなと思ってるわけだ。ほほー、面白そうだ。ほら、これだ。これか。フォートナイト実況者カードバトル TCG 風本格対戦カードゲームだ。ちょ、やってみるか。やってみよう。じゃあまずちょっとチュートリアルから見てみよう。目標、相手のライフをゼロにすると勝利。体力カウンターを参照してください。手札選び、2枚の選択肢のうち1枚を選ぶことができます。それを7回繰り返し7枚のカードを決めますと。で、4つのパラメーター、体力カウンター、さっき言ったこの体力な、コストカウンター、その他に使えるコストを示す。で、攻撃カウンター、あなたの現在の攻撃力を示すと。防御力カウンター、これは防御力を示す。で、カードの種類、カードの種類は背景の色で分けられてる。オレンジ色が物理、緑がスペルカード、魔法が、青が魔法カード。で、スペルと魔法と同じ？いや、そこはダメだよ。で、紫がトラップカードという感じだね。で、左上のやつに必要なコスト。だから僕の場合は5コスト。いいね。マジよく作られてんだよな、これ。細けえな。ね、すごいよね、これ。で、これ銃で撃つとカードの効果が出る。このカードを捨て相手の防御力を無視してダメージを与える。強い。意外に僕のカード強いんよ。で、ターン開始時コストが1ずつ増えます。5ターン経てばさっきのクレイジーのカードが出せるってことやな。そうそうそう、そういうこと。で、カード効果発動、場に出されたカードは自動的に攻撃または効果が発動します。基本的にそのターン使用したカードはそのターンでもう一度使うことはできませんと。まあ、ちょっとやってみよう。さあ、まずここで自分の使うカードを選択すると。あー、なるほどね。じゃあ僕はこれかな。空手チョップ。相手です。これかな。わかんねえ、何が強いんだ。こっちにするかな。よし、頑張れ。あー、ここ、あー、おい、強くね、これ。こっち強いじゃん。よし、僕これにしよう。これそうだな。これだな。カード。カード使ってみるか。わあ、ちょっと難しそうだからこっちでしょ。で、ちょっと翼風呂入れるわ、僕。で、こうなったらやっぱ僕だろうな。これだな。かかってきな、しんのすけ。デュエル！俺のさん、ドロー！俺は手札よりコストトリックを召喚。このカードを捨て、このターンに使用できるコストをプラス2にするぜ。何？穴カードだと。そしてアマルの加護を召喚。防御力をプラス1するぜ。なるほどな、やるじゃないか。そしてとぼけるリアンを手札から召喚。トラップカードを伏せさせてもらったぜ。それ言っちゃダメじゃね。あ、なんでもないぜ。トラップカード絶対言っちゃいけねえよな。なるほどな、やるじゃないか、しんのすけ。ならば私のターン、ドロー。わしは手札からオレンジ君を召喚。このターン使用できるコストをプラス2にする。さらにわしは手札からフリッツを召喚。なに？自分の攻撃力をプラス1にすることができる。なに？わあ。さらに私は手札から空手チョップを発動。しんのすけにダメージを与える。甘えて、トラップカード発動。物理攻撃を無効にさせてもらうぜ。なるほど、やるな。オレオさん、ドロー。俺はコスト2を消費し、防御を無視、待て、これだ。防御無視して3ダメージ与える。何？痛え。食らえ、3ダメージ。
だが、しんのすけ、貴様も2ダメージを受ける、このカードは。なんだと痛いぜ。ならば、私のカーン、ドロー。私は手札からプリッツを召喚。攻撃力をプラス3にする。さらに、そしてカード1枚してターンエンドだ。なるほどな。じゃあ、行かせてもらうぜ。マジックバレット発動。この攻撃は相手のトラップを受けないぜ。何？うわあ！トゥルル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 。ターンエンドだ。よし、僕のターン。ドロー。私は手札から空手チョップを召喚。しんのすけにダメージを与える。さあ、さらにクリスタルティアーだ。このカードを捨て、相手の攻撃力をマイナス3にする。ターンエンドだ。俺のターン、ドロー。俺は手札にプリッツの剣舞を召喚。攻撃力上げるやつだぜ。そして空手チョップ。何、貴様も持っていたのか。くらえ。うわあ。やるじゃないか。さらにコスト1を消費し、俺を使うぜ。防御力はプラス1。何、やるじゃないか、しんのすけ。防御がプラス2か。そうだ。俺のターン、ドロー。手札からプリッツを召喚。攻撃力をさらに1プラスだ。さらにこのカードを召喚するぜ。このカードは相手を攻撃したターン、自分の攻撃力をプラス1にすることができる。なので僕たちの攻撃力はプラス5だ。しんのすけ、貴様の体力はあと残り4だ。くそ、かなり厳しい状況だ。だがまだあるぜ。俺のターン、ドロー。俺はフルーツの剣舞を召喚。一度攻撃力を上げるぜ。そして敵の攻撃を防ぐためにアバルの加護を召喚。防御力はプラス1。そしてあと何個あるんだ。コスト2残ってるな。さあ、アバル君は何度も使えるぞ。何、じゃあもう一回使うぜ。防御力はプラス1。さあ、余った残り1で食らえ。スカラテゾン。甘いぜ、しんのすけ。な、何、貴様はそれだからダメと呼ばれるのだよ。俺はテグだから翼風呂を召喚。ライフをよく回復する。何、さあ、さらにテグだからフリッツ。攻撃力をプラス6にしていく。さらに私はテグだから空手チョップを召喚。しんのすけにダメージを与える。さあ、残りのしんのすけの体力は7だ。頑張りたまえ。まずいことになったぞ。俺のターン、ドロー。俺はコスト5を消費し、何、マジカルドレインを召喚。このカードは相手の防御を無視して相手に3ダメージ与えた後、俺の HP を回復するぜ。うわあ、やるじゃねえか、しんのすけ。ターンエンド。くそ、どうすればいいんだ。まずはとりあえずプリッツを召喚。これで攻撃力をプラス1にするぜ。そして残りコスト4。これはきつい戦いになりそうだ。残り4だろう。残り4か。決めたぜ、しんのすけ。何？敵戦のスナイパーを召喚。このカードを防御を無視して相手に3ダメージを与える。そして相手の防御力をマイナス1にする。追い込まれているぞ、しんのすけ。なかなか強いな。だが俺は手札よりこれを使うぜ。大正解。ハリケーンサーバーの重鎮。このカードを使い、自分のターンの開始時に相手に10ダメージ。なるほど、次のターン僕は何とかしないと10ダメージそのままもろ食らってしまうということか。そういうことだぜ。ターンエンド。しんのすけくん、はははは、私の切り札を出そう。しんのすけ、手札から少女発動。相手の防御力を無視してダメージを与える。8ダメージを貴様に与える。8ダメージも入るのか。